けど、僕たち歌が大好きじゃないですか。大好きだ、大好きだ、歌が大好きだ。もっと歌いたくない、書いておく。え？で。てか部屋でよく歌ってるんですよ。大好きだからね。常に歌ってるんですね。発声練習してるからね、朝までね。何それ。割れた皮かと思いきやでっかめの爪。割れた。いやでも本当にこれはもう気合い気合い半端で割れたやつ、一番嫌なやつだ。シッシ、今回歌好きな僕たちにとっておきのアプリがあります。面白いゲーム、ちょ紹介していいですか。いいよ。爪をイジイジしながらやるな。完全に爪の工事になった。いや振動がすごいから。シッシ、これですね。はい、歌声でこの妖精さんが上がり下がりするの、うん、でそれで高いと上に行って低いと下に行くっていう、これ歌声です。はあ、っていう感じ。とりあえずやっていきましょう。はい、シッシ、はい、それはもう反応されないので。はあ、ほら分かった分かった。でこの音符を取ると、音符を取ると、説明してんだ今。ゼータンの説明で下に行っちゃったんだ今。このベッド13超えれんのかって話。俺7今。今7。超えれる。静かにしてる。やばいやばいやばい。喋んないよ。バカな。シッシ、任せて俺に。地声はまず最初から、あーここが地声っていうの。あーが地声。あ、終わりよ。止まってるんだ。あー止まんない。喋った。あー、俺の声でなってるの。おい知ってる。あーはーあまで見てくれ。
誰がと歌声で操作するの難しいね。このゲームを友達とするときはぜひ俺みたいに邪魔してやろうね。しっかしておくわ、ゲームうまいな。明日のスカイピースはキラキラネームを読めてるゲーム、そう読むのって感じがたくさんあって難しかった。それじゃあ楽しみにペースアウト。やったすごい、これめっちゃ面白いじゃん。ランク B ですか、すごいよ、すごいよ、いやすごいよこれ。さすがに